埼玉県民カミングアウト。あれは伊賀まんじゅうと言います、うん、県北部の埼玉県民は赤飯の中にまんじゅうの入った伊賀まんじゅうが大好きなんです。県北部の埼玉県民は赤飯の中にまんじゅうを入れた伊賀まんじゅうが大好物。早速先ほどのお宅で確認。それ何なんですかね。伊賀まんじゅう。伊賀まんじゅう。伊賀まんじゅうを割って中を見せていただくと、中にはあんこたっぷりのまんじゅう。他県民には意外性十分の伊賀まんじゅうを何の違和感もない様子でパクパク食べる埼玉県民たち。結構衝撃的な感じですけど、そうですか、そんなことして、はい。いやー、美味しいもんね。ね、豪華だし。これはちなみにお作りになられたやつですか。いや、買ってきたやんだよね。そうなんね。和菓子屋さんです。和菓子屋さん。確認のため、県内の和菓子屋さんに行ってみた。すると、ショーケースの真ん中に堂々伊賀まんじゅうが。作り方を見せていただいた。まずは小麦粉の生地を伸ばし、こしあんを包んで丸いまんじゅうの形へと整えていく。ふかすこと15分。普通はこれで完成。しかしここで熱々の赤飯が登場。そして手のひらに赤飯を広げ、なんと先ほどのまんじゅうを包んで握った。さらに赤飯感覚なのか、ごま塩を振りかければ今度こそ県北部の埼玉県民が愛する伊賀まんじゅうが完成。まあ結構売れる時は200個ぐらい売るんです。伊賀まん、伊賀まんって皆さんが祈ってくださるんですよね。1日で200伊賀まん販売。もう一軒別の和菓子屋さんを訪ねてみると、赤飯、普通のまんじゅうと並んで一粒で二度おいしい伊賀まんが鎮座。割ってみるとこちらは粒あんのまんじゅうが入っていた。県北最大級のショッピングセンターでは和菓子コーナーの一角に伊賀まんじゅうが大量販売。ちなみにこちらは赤飯が片面だけについていた。街に出て県北部の埼玉県民に話を聞いた。伊賀まんじゅうってご存知ですか。はい、ごく普通に。はい、こんにちは。伊賀まんじゅう知ってます。知ってますよ。食べたことあります。あります。伊賀まんじゅうって知ってる。ここで伊賀まんじゅうが全国ではないことを埼玉県民に伝えた。嘘。そんなことはねえな。疑われた。さらに県民から新情報を入手。菅原が結婚したんですけども、その時も単純に赤飯ではなくってね、引き出物っていうんですか、伊賀まんじゅうを使わせてもらいました。なんと結婚式の引き出物にも使われていた。しかしなぜ埼玉県民はまんじゅうを赤飯で包むのだろうか。実は江戸時代から埼玉県北部は全国でも有数の小麦の産地であり、小麦を使ったまんじゅうが日常的に食べられていた。一方もち米を使った赤飯は貴重品。そこで祝い事の際見栄えを良くするため、重箱の中に赤飯とまんじゅうを一緒に入れていたらしい。一説にはこれがきっかけとなり伊賀まんじゅうが誕生したと言われている。現在ではこの地方の定番の和菓子として多くのお店に並んでおり、中でもこちらの和菓子屋さんでは普通のあんこだけでなくずんだあんバージョンも販売している。そして埼玉県北部にある羽生市では学校給食でも出され、子供たちに人気のデザートとして親しまれているのだ。ところでここで一つ疑問が。なぜこのお菓子は伊賀まんじゅうと呼ばれているのだろうか。先ほどの和菓子屋さんで理由を聞いてみた。栗の伊賀に似てるところから伊賀まんじゅう。一説には表面の小豆や赤飯の溶き感を栗の伊賀に見立てたのがその名の由来らしい。しかし
でもそんなにね、あの、うん、栗にそっくりだけじゃないですもんね。そうです。そうでしょう。栗にね、そっくりじゃないんですよね。自覚があるのか、照れていた。県北部の埼玉県民は、赤飯の中に饅頭を入れた伊賀饅頭が大好物。地元でもやっぱりちゃんと、あの、私は南の方なんですけど、うん、知り合いの人が北部にいるので、うん、それであの食べさせてもらったりとか、うん、まあ本当に腹持ちがいいんですよ。本当まんじゅうでモサモサしないんですか、うん、いや、モサモサしませんよ、うん、これは美味しいです本当に。両方唾液持ってかれますよね。これ今までで一番やっちゃいけない悪さだけど。悪さだけじゃない、ダメですよ。アッキーナどう？私これあの埼玉に私親戚がいて見たことあるんですよ。食べてたんですよ、うん、いとこが、うん、でもやっぱりご飯の中にまんじゅう入ってます。何言ってんだよ。私は食べなかった。私は食べなかったか。ちょっと浜田さんいかがですか？そうだ、皮がね、うん、どういうその立場にいるのか、立場にスタンスに立ってるのかがちょっと分かんないんですけど。この伊賀饅頭なんですが、羽生市の観光協会が作っているオリジナルキャラクターもあるんです。それがこちらです。オリジナル、その名も伊賀饅頭ちゃんです。はい、頭にやっぱりこう、そうなんですね、あの伊賀が乗ってるということで、伊賀っていうか、はい、伊賀饅頭ね。埼玉県民のごちそう伊賀饅頭大試食会、いただきます。いただきます。重い、重いね。歯触りなんか悪くない。美味しい。美味しい。皮の存在感がないですもんね。皮は気になる。皮ね。パサパサするかと思ったら、うん、そうでもない。これお茶受けにいいわ、うん、これ。美味しいですよね。かっちゃんどう？おはぎより美味しいですね。やっぱりあのご飯とデザートがいっぺんに食えちゃうってことがいいですよね。いいね。これ引き出物にやったらええよな。いいよね。めでたい感じもしますもんね。あれ？おしゃ、おしゃ。皮はいらないと思う。気にならないじゃん。いや、気にならないからいらないですよ。さあ、柴田さんどうですか？私はですね、本当にもっとガサツな食べ物だと思ってたんですよ。それがでも、意外に上品っていうのがびっくりです。うん、ちゃんと和菓子として成立してる。はい、私のようなんですよ。食ってみなきゃわかんない。秘密の大阪。普通買い物をして会計を行うときは、商品を受け取り店員がありがとうございましたというので軽く受け流してスッと立ち去るのが一般的。しかし大阪では違うという。こちらの惣菜屋さんで確認してみると、お客さんがこの番組で大阪初めて褒めてもうたな。西川大感動、国民の意外な